読むですです。いやー、先日のマリオワールドのある程度生配信は情けないポンコツプレイで大変申し訳ございませんでした。やっぱり世界記録を狙ってガチガチでやってるんで結構熱くなっちゃうんですよね。そこはもう本当に申し訳ないです。もう今後ね、こういうことがないようにイライラしないようにまた RTA 頑張っていきますんでよろしくお願いします。今後とも応援よろしくお願いします。というわけで今回は気分も入れ替えてマリオメーカー2の実況を頑張っていきたいと思います。プレシンジョンパニック、プレシンジョンパニックとはなんじゃらなんじゃうわ、え、いけるかなこれ。一発でいくよ、一発で、一発。まあ一発は厳しかったんでね、じゃあ二発でいけばいいというわけなんですね。バカがこれ左右をさ、クン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 ってやればいけるかな。おー、いけた。いけましたー。オッケー。うーわ、ちょっと待って。真ん中を狙っていきますよ。真ん中を、おー当たってる、かすってますよ。ギリギリセーフ。あぶねー。なんとかいけましたよ。うわー、でもこれは滑り込んでいけばいいから、タイミング狙って、ういっすー、簡単。進んでいきましょう。これも滑り込んでいけばいいんだよな。スッと振って、スッといって。あぶなかったね、今ね。ちょっと、今ちょっと危なかったね。オッケー、ゴールー、ありがとうございました。スリーアップ、ありがとうございました。ナイスー。はい、じゃあ早速本日のマントコースやっていきたいと思います。さあやっていきますか。おっと、開幕マント取れて、Z でスピンで大きく飛んでいくのね。はいはいはい。まあこういう感じで始まるのはよくあるからな。左に振って、あ、待ったちょっと、いや、絶妙な位置じゃるな。ここゆっくり行けばいいんじゃない？ゆっくり振っていけば、あ、2回叩いちゃダメだよね。これギリギリで折り返さないと2回叩いちゃうから、オッケー。スピンで大きく上がって、で、狭い。これ B だ。B 引こう。オッケー。急上昇。急降下でドスンかな、ドスン。オッケー。当たってた。ナイス。あ、中間。ありがとうございます。中間が今度割った。いつも中間がないんだよ、マントコース。今回中間があるのは優しいな。なんだ。スピン。オッケー。上がっていきましょう。上がっていきましょう。さあ、時間制限があるのか、ここ。うわ、厳しい。マントでふわふわいってると間に合わないから、こう、スッと降りて、どんどん加工していけば、この P スイッチの時間内に上に行けるんじゃなかろうか。ああぶねえ。ギリギリ。超ギリギリ今の。あぶねえ。さあ、あっとこれマントかな？え？甲羅？メットの甲羅？これ多分被っていくのかな？被っていって、大きく飛んで、あ、B 飛行、これ壁当てジャンプ？壁に甲羅当てて、空中で甲羅踏んでジャンプ。うわー、厳しい。大丈夫。俺ならできる。マント、うまい。俺ならできるはず。いける。飛んで。イージー。いや、簡単ですわ。あ、また中間ありがとうございます。これマントかな？マントと、あ、また甲羅？あ、じゃあまた壁当てジャンプあるかな？オッケー、任せてください。2回連続一発で決めていこうと思います。飛んで。どこだ？どこ？ここね！ここ！あ、ごめんなさい。俺下手だったわ。いやーこれ編集でなんか一発クリアしたように見せかけたいな。って。ここ！やったーあーいやーでもマントコース気持ちいいマジで本当に。ありがとうございましたー。最後は視聴者からいただいたアドベンチャーコース、めちゃめちゃ面白いとの噂でやっていきたいと思います。もうマリオ3スキンか。マリオ3って原作の時代からね、結構謎解きのステージが多かったから、今回も謎解きが多そう。おー、いい感じ。あ、ブランコクレーンがあるね。さ、これブランコクレーン前回結構ね、はちゃめちゃなバグで遊んだんで、今回は普通にブランコで進んでいきます。うーわ、え、これいける？大丈夫？ほっ！今確実に当たっていたんですが、許されました。今回は任天堂に助けられてるな。お、キノコ、キノコが、焼け落ちていった。これ下の10コイン欲しいな。下の10コインを狙っていきます。
や、うめえ。うますぎる、今の。うますぎる、今の。さあ、ブランコクレーン、また来ました。さあ、ブランコクレーン大きく振って、飛び移って、これ結構距離あるぞ。え、待って。鉄槌で、このブロックを壊さないと先進めないよな。あ、上、上、ドスンいる。ま、危ない。一旦退避して、あ、今、奥のブロック壊れたよね。オッケーオッケー。飛び移って、飛び移って、ナイス、オッケー。アイタマス、センキュー。ドア入れない。お、中間ナイス、アイタマス。あー、これルートが分かれて、で、鍵取って上のドア入っていく感じね。オッケーオッケー。さあ、これ甲羅取って、あ、オンオフ叩いて、甲羅投げて、あ、なるほどね。これオンオフ叩いて、甲羅投げて、跳ね返って、叩いて、叩いて、お、すごいね、このギミック。え、これすごくない？これ一話目と持っていこうか。いや、被っていこうか。うん。あ、一話目と持っていこうか。うん。これ最強装備ね。ダブルヘッド。この最強フル装備、フルアーマーで突撃していきます。こちらのドア入っていく？さあ、どんどん進んでいって、何が、あ、オッケー、オッケー、オッケー、叩いて、叩いて。いや、これメット持っていって正解でしたね。てか、メットなかったらこれ先に進めなかったじゃん。投げて、しゃがんで、壊して、まだあるかな？お、オッケー、これで鍵がゲットしました。よし、オッケー、これで上のドアに入っていきましょう。さあ、お次の部屋に進んでいきましょう。これさ、フル装備で大丈夫かな？これ、モダ持ってて大丈夫かな？落ちて？ほぉー！あぶねえ。これ、モダ持っててもさ、ブランコクレーンって掴んでくれたか？今。うん、大丈夫か。掴んでいい？右に振って、進んで。あー、スネークブロック。やべえ、スネークブロックって、遅っ。うわー、これ、トゲゾウのトゲを避けつつ、この遅いスネークブロックを進んでいくんですね。なんかこれ、公式でもこういうギミックありそう、マジで。めちゃめちゃ公式っぽいな、このステージ。いいね。いい感じの難易度、本当に。マジで楽しいわ。いいね。うわー、ちょうど同じ速度で上に上がっていきます。でもこれさ、ビート板があるからね、このビート板が、あはは、壊しちゃった。まあでも、まだヘルメットがあるって。はい。まだヘルメットがあるんで大丈夫です。うわぁ、ちょうどいいタイミングで来るな、針が。あ、でも針点滅して消えるのか。オッケーオッケー。さあ、どんどん進んでいきましょう。おー、なんか、いいね。マリオ3っぽいな。マリオ3の6面でこういうのあったよね。6面でこういうギミックあったよね。あぶねえ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 。オッケー。オッケー。どんどん進んでいく。どんどん進んでいきますよ。さあ、ゆっくり降りて、あ、これクッパいるじゃん。クッパいるよ。クッパいる。ちょっと上の、あ、玉邪魔。上の玉邪魔。これクッパおるな。待て待て、待って。ずる。ずるゴール。ありがとうございました。マジか。コースクリア。センキュー。タイム更新。いやー、これは気持ちいいわ。